なんかでここ最近のジョギングチャンネルで俺が一番面白かったのが、はい、思いのほかブレイキングダウンに仕事で絡めたことがあまりに嬉しくて、嬉しかったっすマジで。なんかもうそっから忖度なしを売りにしているので忖度が思いっきり始まりそうな、いやそんなことない、予感をみんなに感じさせる感じ。マジですか。いや富澤いじりは続けていきますよ僕は今後も。大地にはどこにいるの。え大地にどこにいるの。どこにみんな心配してるの。大地ですか。え連絡つかないですか。つかない。何それ。ちょっと第一にはにジョギンから呼びかけてくれ、心配してたもん。第一沈んでんのかお前。なるほどなるほど、はい、じゃあちょっとこの動画の後半は実はあのタイヤ当たり企画考えてて、すごい企画ですね。実は今こうしてる間もタイムリーで朝倉海がエンメールっていうアパレルのポップアップを神宮でやってて、でそこにライジンファイターの庄司さんもいると、はい、さっきさりげなく LINE したら今日いますよって言ってたから。でももちろん問題児の僕が来ることは言ってない、言ってないですよね。そこに現在ライジンを、はい、ライジンのマッチメイクを入室させてトラブルあんまり大きい声で言うな、具体的に言いますね、何度も何度も具体的に流出させた男が最近ライジンのベルトを返上した、はい、ライジンのスターたちを前に連れてったらどうなる。ちょっと UFC のカード聞いちゃおうかな。冗談ですよ、それ怒られるから。見てください、このボディタッチ見ました。冗談このボディタッチを自然にバイセクシャルともね、これマジ今後思われるんですかね、この動画出したら。そういやマジで2丁目のママのフォースが出てる、にじみ出る2丁目の。でも二丁目でも出そうとはよく言われますね。ただバイセクシャルとは言われたことはあんまりないから。いやモテそうとかいう段階じゃないんだよな。二丁目の人なんだよな。人。庄司さんは LINE したんだけど、下にいるかもしれない。どうしても謝りたいって男連れてきてるけど、俺せっかくの遠慮の方が。はじめましてですね。はじめまして、どうも。実は、ちょっと自分の口からちゃんと言えないの。何があったんですか。ちょっと炎上中で。炎上したの ?LINE したの。え、むしろそしたらもう。知ってる炎上の件。おいや、知らない。さっきマネージャーさんから誰か来られて、めちゃくちゃ今炎上してて、そう話してた。今トレンドに入って全然違う。やっぱ知らんかったらわざわざ言う必要はないかもしれないですね。なんとみんなが愛するライジンのマッチメイクをどっかから聞きつけて、はい、自分の有料のメンバーシップ、YouTube の有料メンバーシップに来たければ、来ていやいや、だいぶ話、これを教えますって言って、勝手にマッチメイクを先にフライングして教えてたの。ライジンさんは打ち切り案件。やばいよね。そうだ、一番怒りますか。そらそうとも怒らんでもないと思うけど、そのくせブレーキングダウンで解説とか仕事に最近おことに預かって、あ最悪でもえ、しかもメンバーシップってことですよね。そう俺いやそのじゃあその人いくら取ってるんですか。490円で、そのもう全然笑ってないやん、回答マジでやばい、全然笑ってない、伝え方ちょっと間違ってると思うんですよね。やばい、それを反省して、なんとかお祝い事だから謝罪も兼ねて、で一応ちょっとフォローというか、あのそのお金目的とかじゃなくて、そんなんで集めたわけでは決してないんやけど、メンバーシップ、メンバーシップのディスコードっていうLINEグループみたいなのがあって、そこでなんか噂話とかを結構なんか書いたり、そういうわけダメだよ。じゃあ一回ここで謝って、このポップアップでライジンで解散なんだけど、俺も大ファンなんで、大事な場所なんで、買ってやっぱ見ながらお詫びするのが、顔出していいですか。ああ、これは結構やばいです。ちゃんとお詫びして。すいませんでした。ライジンさんに。ライジンさん、すいません。二度とこのようなことないように、本当にもうマジで二度と、すいません。気をつけます。こんな地獄の空気になると思ってなかったです。もちろん、ドイツさんも面白い感じしてくれるかと思ったけど、ガチの。じゃあ、最後、大吉にも謝って。大吉君、ごめんね。もう最悪だ。いやごめんね。次から気をつけます。え、そばっていうか。え、タイ君といるんだ。全然わからない。いや、僕の友達です。買ってるわけじゃない。はい。
上から目線では言ってる。キックボクシングじゃないですか。キックボクシングルールじゃん。ちょっと俺全然、はい、いやもういいよ相手してくれんのいやいや、ちょっと自分は細川のインライン側ではないんですけど、彼とどっちかブレイキングダウンが好きなんです。俺はでもブレイキングダウンの愛をずっと語ってきてて、出たら盛り上がる。確かに盛り上がる。まあ、そうかもしれんけど、まあでも審査員でやっとこの前選ばれたから、僕もそういう形でブレイキングダウン盛り上げたいなと。とりあえずオーディション来てください。いやいや、ちょっとやめてそれ。オーディションに来てください。ズボンだけど前向きに。あ、じゃあ手ぶらで帰るのに行かないじゃない。あ、ちょっとはい。はい、もうちょっと。あ、ぜひよかったら。ポップアップ。ちょっとだけ買います。はい。バッグでもね、このさ、いいことだよ。ね、ものとか。僕はあのやっぱちょっと謝罪も兼ねてきてるんでタオル買うことにしました。タオルってのがすごい。一つだけです。初めてです。そんなお客さん。いや俺ねファッションにとんでもないプライあのこだわりがあって、このブランドしか着ないんですよ。これ自分のアパレル、自分のじゃないですけど、ただ僕が好きなだけ。でもタオル買わせていただきます。すいません。ありがとうございます。これめっちゃかっこいい。色も好き。なるほど、ありがとうございます。ちょっとジョビンがさっき地獄の空気作っちゃったから、はい、それをちょっともう気が気じゃない。俺も俺も責任感じて、はい、気が気じゃないから、はい、朝から彼の顔が朗らかになるように、はいはい、ちょっとガチャを回します。はい、じゃあ行きます。俺でもまだアメリカで活躍する直前のサインとかも欲しいかも。ああ、おいいっすね。これ俺が意見に、はい、アクリルスタンドアクリルスタンドは俺も好き。じゃあ行きます。はい、ガチャ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 。おっ、何アクリル、違う違う、何だよ、何だよアクリルマジか。これつけてください。どうだよ、つけてバッグ。あ、しかもこれ全然誰なのって感じ。確かにカイ君じゃないですね、それ。カイちゃん。確かに誰なんだよ。いや、わかんないです、正直一瞬。カイちゃん、はい、さっきジョビンがあまりに不安そうな、マジでただ朝からカイを怒らせに来ただけなんじゃないか、余計炎上してしまうって不安な顔をしてんだけど、一応タオルは買ってくれたよ。はい、ありがとうございます。タオル購入しました。どうですか、ジョビンの印象は。いや、初めてちゃんと喋るんですよね、まあ。変わんないです。ジョビンはカイちゃんの悪口は言ってないで。絶対言ってないと思うんですね。兄弟の僕ファンなんで。でも、いい分析してますよね、いつも。うん、あ、マジ、ちょっと詳しいなと思います。それ言ってくれるの嬉しいな。でもなんかカメラもあってあんま笑顔が引きつるというか、カメラ界では結構笑ってくれたり、また嫌われてるとかめっちゃ書かれそうな気するけど、でもすごい、いや本当に心の嫌いではないです。ありがとう。一番あんま良くない気もするけど、興味ないみたいな感じ。まああんま興味ないです。OK です。はい、まあちょっとこれからも兄弟応援してるんで。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。